普段はハイボールと決めているからカクテルはあまり飲みませんが。うまいね。それにマルガリータというと女性の名前ですね。はい。マルガリータが誕生したのは1949年の全米カクテルコンテストでのこと。発表したのはロサンゼルスのレストランテール王国のバーテンダージャン・デュレッサー。彼は若い頃に恋人と一緒に漁に行き、流れ弾に当たった恋人を死なせてしまった過去がありました。カクテルの名前マルガリータは23年前に死んだ彼の恋人の名前から付けたそうです。多分彼は死んだ恋人のことをずっと忘れることができなかったのでしょう。でも一人のバーテンダーがずっと抱いていた後悔の気持ちが一杯のカクテルを生んだ。そう思えば後悔の過去も決して無駄ではないかもしれません。美談だね。ええ。